今回は中部地区よりこちらの可愛いにゃんこ様をお供に、こちらの渋いハイエースでエカロシートの装着にお越しいただきました。これ今一旦装着の段階です。はいはい。で、座面は当然上がってます。で、ただシートちょっと前出してペダルのところ、はい、ペダルに、そうですそうです。で、ちょっと体つか、そうです。それで前後位置が適正化されたと思うんですね。それでチルトハンドルを少し低めにしてもらって、はいはい、そんな感じで、それでリクライニングはもうちょっと倒していいと思います。もうちょい倒す。内側手届くかな。あ、もうちょい倒していいと思います。もうちょい倒していいと思います。もう少し行ってもいいと思います。もう少し行ってもいいと思います。はい、そうすると腰が当たったと思うんですよね。はいはいはい、今まで背中が当たってたと思うんですよ。はい、今までの乗り方の、まあ、いわゆる常識の範囲はさっきの背もたれの置き方なんで、でこれはまさにこの感じ、すっげー楽になっておりますよ。ということで、やや大柄な体格のお客様にも十分、快適に利用していただけるようなセットを施させていただきました。同様のお客様からのお問い合わせをお待ちしております。